わんぱく盛りの小学生の男の子が料理にチャレンジ。いけめし。今日はうるむくんです。よろしくね。よろしくお願いします。今日作ろう料理は、せーの、こちら。カレーの風味が効いた鶏ハム。そのままはもちろん、サラダにもご飯にも合う一品です。材料です。鶏むね肉 300g、 カレー粉やニンニク、水菜やミニトマトなどをご用意ください。では最初にちょっと厚手の丈夫なポリ袋用意してください。じゃあこれに鶏肉と調味料を入れていくので、うるむく持っててもらっていい？はい。調味料も入れてくね。お塩と、きび砂糖と、オリーブオイルです。よいしょ。今日はカレー味にしたいので、カレー粉も入れてくね。はい。はい。たら、じゃあ、ひるむくんを持ってもらって、揉み込んでいってください。はい。うるむくん、しっかり揉み込めたかな？多分。はい。じゃあ借りていい？はい。あ、大丈夫。しっかり揉めてるよ。ありがとうございます。そしたら、袋の空気をしっかり抜いてもらって、で、結んでおきます。これで、あと冷蔵庫で30分以上寝かせてあげてください。の、前もって前の日とかにも、漬け込んでもらうと、しっかり味が染みて美味しいかと思います。では30分経って味が染みたものを鍋で茹でていきます。今鍋にお湯が沸騰しているので、ちょっとグツグツしすぎてるときはちょっと弱火にしてください。弱火にしてお肉を入れます。ここで今日の肉飯ポイント。ではお肉を煮ていくんですけど、お肉を入れたら弱火にして、蓋をしてゆっくり火を入れていきます。ゆっくり火を入れることで、お肉が硬くならずに柔らかく仕上がります。では5分経ったので、うるむくん火を消してください。はい。火は消したんですけど、このまま鍋の中でじっくり20分ほど保温して火を通していってください。では20分経ちました。熱々でも美味しいんですけど、もしサラダとかに使う場合は冷蔵庫で冷ました方が薄く綺麗に切れるので、冷ましてから使ってみてください。お肉を袋から取り出して薄く切っていくとこんな感じ。うん、とっても美味しそう。水菜やミニトマトなど、お好みのサラダをトッピングしていただきましょう。カレー味の鶏ハム、うるむくん、どうですか？カレー味のハム美味しかったです。初めて食べました。うん、カレー味って珍しいよね。うるむくん、カレー好き？うん。あ、じゃあよかったです。今日はカレー味にしたんですけど、シンプルに塩味で漬け込んだり、あと味噌だったりお醤油で漬け込んでも美味しい鶏ハムができるかと思います。パンに挟んだりしても美味しいです。ぜひ皆さんも作ってみてください。